え、向こうだったら千葉ちゃんしかないなって。いや、ちょっといいですか。はい、どうも皆さんこんにちは、ワンハンサムの森大地です。はい、ということで僕が今日一人で回してるんですけども、今日はメンバーみんなにドッキリを仕掛けていきたいと思います。そしてですね、何をするかと申しますと、人狼ゲームをして全員市民だったドッキリ。わかりますか、人狼ゲームっていうのはですね、これってめちゃめちゃ嘘をつくゲームなんですよ。その嘘をつくゲームで全員市民にして、動画の撮れ高的に嘘をついてくるやつがいるとか、めちゃめちゃオーバーに演技してみたりみたいな。なんか僕ら今までいろんな動画 YouTube で撮ってきたんですけども、経験を豊富になってきた僕ら、これだったら撮れ高を気にしてやってくれるんじゃないかなっていうのを僕は期待して、今日は撮れ高王でみんなの撮れ高を見ていきたいと思います。早速ですが、やっていきましょう。どうも皆さん、ワンハンサムのなつきと龍河とデイヤと龍河と大地ほばれいやゆせ、はーい、じゃあ今日は何ですか。ロンパオール。聞こえました、初めて聞いたけど。ロンパっていう言葉皆さん知ってますでしょうか。はいはいはい、よく僕がね、はい、はい、まあそう、ロンパっていう言葉があるんですけど、まあ僕日常的にみんなロンパされてるなってめっちゃ思ってて、なんであのみんながロンパされてるところは見たいなと思って、本日こちら用意しました。人狼ゲームという。おー、なるほど。で、今回特別ルールなんですけども、はい、人狼が一人と、まあ、あとは市民しかいません。おー、人狼一人で戦ってもらいます。おー、なるほどね。じゃあ早速、それでは人狼ゲームやっていきたいと思います。レッツガオー。もうじゃあ皆さん、じゃあちょっと伏せて目をつぶってください。今から配っていきますので。はい、じゃあ行きまーす、頑張りまーす。はい、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 皆さん、あのバレないように役職を自分で確認してください。ここめっちゃ大事ですからね。はい、はい、大丈夫です。はい、大丈夫でしょうか。じゃあそれでは、恐ろしい夜がやってきました。おお、なんか人に紛れた狼が隠れております。なんてやつだ。そうだ、話し合いで人狼ってやつをぶっ潰してやってください。よっしゃ。じゃあそれでは3分間するので、最後疑わしい人をせーので刺して、あのその人処刑されますからね。はい、はい、います、うんうん、よいスタート。人狼さん手挙げてください。そんなんで助かる。俺はこの両隣が怪しいかとは思いますけども、この2人、うん、あ、まあ直感ですけどね。あんま喋りすぎても人狼ってこう言われるしな。確かに、かたくなに喋らないところがなんか、いやでもなんか優勢はちょっと物色してるとこあるから、なんか半々そうやけど、ちょっと龍河さん、なんでしょう、ちょっと龍河さんあまりに喋らないんで、ね、ちょっと僕人狼です、ガオー。あっ、なるほど。なるほど、そういう作戦もあるか。ちばちばちゃんどっち？俺はもう完全な市民です、ね、完全な市民、完全な市民、はい、今の夜のアリバイはじゃあアリバイはないじゃないですか。地元の友達とエイペックスしてました、ね、はい、地元の友達としてました。俺昨日の夜あのパブジーやってたから。あー、ちょっと証人はいますか。証人は一緒に戦ったユーザーたちですね。むずっ。今から聞くんじゃない。疑わしい人とか言ってみたらどうですか、みたいな。せーので、確かに現段階怪しい人をじゃあ指さしてみましょうか。はい、せーの、お、龍が2?3か、龍が2、3、3、2で、はいはいはい、やばいよ、ここ論破の力出てくるよ、マジで。って言うと、ここも俺、あんま捨てがたいよね。あー、3分早い、タイムアップ。どうしよう。はい、本日の夜の殺害は人狼さんなしなので、とりあえず疑わしい人をせーので、これほんと処刑されますからね。もう死人に口なし、喋れなくなりますから、ここからその人は、はい、1人今日処刑されるのはせーの、3だ、3、3、3、3、3、3、龍河とレイヤーが3対3。じゃあ1分間という短い時間で、はい、僕が市民だっていうのをしっかり2人はアピールしてください。はい、じゃあ先に千葉さんからいきます。はい、よいスタート。皆さん、そんなにポンコツですか。違いますよ、僕は完全な市民ですよ。これで僕を殺したら人間がね、一人一人の命がなくなっちゃいます。なので僕の命も大切にしてください。
ということで僕は本当に市民です。あ、全然40秒ありますけど大丈夫ですか。もうあの言うことはこれだけです。あ、なるほど、ね、なるほど、なるほど、短くていい、潔い、うん、なるほど。じゃあ龍我くん、よいスタート。僕は市民なんだよ。僕は市民なんだよ。本当に市民なんです。助けてください。以上です。いいよ。早っ。50秒ありますけど大丈夫ですか。大丈夫です。一回吊るし上げてもいいかなと思います。この2人から行きましょう。せーの、龍が3票、芝1票。本日処刑されるのは佐藤龍我君です。はい、イエーイ。とりあえず役職もないので以上です。目を開けてください。はい。朝がやってきましたけど、まだ朝が来る。もうじゃあ早速朝の話を始めますか。はい、行きますよ。よいスタート。で、次の夜からは一人殺害されていきますから、一気に2人減るかもしれないけどね。まあ、ここら辺で一回この完全に市民側ですよっていうのをまあ言っとくのも、うん、うんうんうん、ね、ちょっと意外ね、その人狼側の作戦として、この確かにね、レイヤーが一番怪しまれてるからね。まあそうやな、うん、俺は千葉ちゃんじゃないと思うな。どっちかって言ったら俺もずっと言ってる優勢か、新しく出てるとすればよく喋って言ってるババちゃんかな。龍我は良くも悪くもいつも通りやから、なんか別に大した動きもしてないし。俺逆に俺優勢、俺バーチーが線薄く考えたかな。お、逆になんかバーチーはまあナッキーと一緒だけど、なんか優勢はなんか本気で誰なのか探してる感もなんか確かになあるような気がする。それのなんか考えてるためのちょっとこううつろな目なんかわからへんけど、なんかこのゲームが終わった時に目がすごいちょっとなんか澄んどったんよ。怪しくないみたいな。怪しくないみたいな、うん、いじゃあ弁明していい。お願いします。残り30秒お願いします。まず龍我くんは絶対いないと思ってるんですよ、うん、あの体の向きがずっとこっち側にちょっとあの開放的な様子も見れるから、うん、で、レイヤ君も表情あんまり変えなくて、この2人だと思ってて、うん、最初からあの言った時にあの顔の周り触ってたから、大体嘘をつく人って顔の周り触りだった。そういうのもあるの。それはないよ絶対。で、終了で、あと1分だけ言っていいよ、ゆうせ、1分だけ、1分だけ最後の人、うん、丸まで疑った時にかなり目が合いやすかった。おー、以上です。なるほど。それでは今の話を経て処刑する人を決めてください。決まりましたでしょうか。本日処刑される人を決めます。せーの、夏樹2票、優勢1票、千葉1票、レイヤ君1票。本日処刑されるのは山田夏樹です。あー、そうだない。はい、それでは目を閉じてください。人狼さん、顔を上げてください。本日処刑される人を選んでください。人狼さん、目を閉じてください。それでは目を開けてください。本日処刑されたのは細野龍我くんです。おー、死んだ。どうしよう。おい、やばいって。距離を縮めていこうかな。大丈夫、もう少しあるから。はい、というわけで残りはこの3名になりましたけど、話を始めてください。わあ、この夜に全て決まりますからね。まあ僕はもう絶対市民なんで、はい、まあ、この2人どっち刺すってなったらゆうせいくんかな。僕も絶対にゆうせいくんだなってもう分かっちゃいました。まあでも俺はもうそうっすね、はい、絶対違います。これはもう俺違います、本当に。うん、リアルに言ってます。これ信じてください、信じてください、信じ、僕が刺します。はい、じゃあ僕弁明か。さっきナッキーと龍我くんがいた時、第2夜か、うん、にレイヤくんだけあんまり触れなかったね、うん、っていうこと。ちょっと待って、あんまりちょっと意思疎通ができてます、ね、できてないですよね。え、じゃあもう本当に市民なんですね。うん、そう、僕は信じますよ。ちなみになんで僕は人狼だったの。やっぱ最初のこうっていう感じが、なんかみんなのこうなんかなんて言うんだろう、やってるのかなと思って、で、まあ、そこを寝てきた。終了です。まあ今日で決まりますからね。それでは決まったでしょうか。
はい、はい、せーの、馬淵優生2票、千葉リア1票本日処刑されるのは馬淵優生ということで、信じてるよ。はい、そしたら結果が出ましたね。それでは皆さんちょっと戻ってください。よいしょ。ほら優生くんはいきます。オープン、市民でした。はい、そうなってくると誰が人狼だって今ちなみに予想します？え、向こうだったら千葉ちゃんしかないなって。よちょっといいですか、これじゃあみんなで、みんなでせーので、あの役職カードというものを出してみますか。いきます。いきますよー、せーの、みんな市民です。ここで僕はいろいろ検証したかったんですけども、論破王ではありません。今日題して第1回トレ高王。知らんがということで、みんな市民で多分嘘つきまくってトレ高を出す人もいれば、本当に僕市民なんだって言ってなんか動画的には面白くないっていう、っていうので、あのトレ高王というのを僕は今日決めようと思ってました。はい、あら、それで本日選ばれるトレ高王は佐藤龍我。ああ、すみません、一個言わせてください。僕最初から気づいてました。すごい。まあでもそれを含め、あの動画の趣旨を考えて、あの事故を映してたって、これ撮れた当時じゃないですか。さすがやな。すごい。これすごいよ。頭いいな。どんどん起こったの。動画の趣旨がおかしいなと思って、そこからいろいろ考えて、あ、こいつやと思って。こいつや。え、さすがすぎてなんか俺が論破されてない。あら、いいオチじゃない。マンハンサムのメンバーが嘘をついてる姿見たことないかなと思って、ちょっと騙し合いをしてる姿を見せてあげたいなと思って今日人狼ゲームをして、まあ結局言うと、あのみんな市民の平和村でうちはもめしてただけなんですけど、うちはもめだるいわ。うわ、こんな姿あるんだと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。以上、ワンサムでした。ありがとうございました。